はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンデニュー、本日のゲームはこちらです。プロ野球ファミリースタジアムね。プロ野球ファミリースタジアムって聞くとどんなゲームだろうって思う人もしかしたら逆にいるかもしれないですね。ナムコの野球ゲームですよとなったらもう答えはあれですよね。もうファミスタですよね。はい、というかファミスタの第一作目ですか。そんな感じでやっていきましょうか。やったことないんですけどね、このゲーム実はほぼ。さあ、だからどんな感じかわからないけど、野球ゲームはね、とりあえず、大体基本は一緒だろうと思うんですけどね。今までも何回かやってきたか、ベースボール、バトルベースボールとか、あとなんか他にもやったっけ？この今日のワンコンで入内で。あと一個くらいやった気もするけど、そんな感じで。そうね。9回まで持てばいいけど、ちょっと、それまで心が折れる場合があるので、3回か5回か。ね、どこまで行くことでしょうか。コールドゲームがあると逆にありがたいね。はい、どうなることでしょう。やってみましょう。はい。どんな感じだったっけ。これもウォッチモードあるな。この時代の、なんかね、この時代からというか、ウォッチモードあるもんなんですね。あるってどこだ ?F。どのチームが何チーム。音が大きかった。この音のイメージだな。はい。聞いたことあるな。リリーフ。北ヘフ。北ペップですね。どうかな。聞いたことある選手いるかな。アレンジデフォルメというか、された感じの名前ですよね。いや、守備なんだよな、問題は。あともうどこに、全部だよな。今のデモ画面中です。何も私は触ってません。そっか、この得点圏にいると音が変わるみたいな感じか。確か。やっていきましょうか、とりあえず。タイマーをスタートしよう。今、ホームインしたのか。すると、歓声が鳴るんですね。いきましょう。じゃあ一人で、ジャイアンツ、ライオン、 R ってこと？ R ってどこだ？ R R R、 まあいいや。カープ、タイガース、ファイターズでいいのかな。でホエールズでしょ、ドラゴンズ、スワローズ、これナムコオールスターズかな。インチキがいるやつ、ちょっとインチキ見てみたいな。 R ってどこだ、言ってないの。バッファロー、R、ル、ラ、リ、ル、レ、ロ、レ、ル、レ、ラ、レ、わからん。じゃあ、パスワードなんてねえよ、なもん。コンピューターをさ、ちょっと選びたかったんだけど、いいや。ピピ、セヒウス、ボスコ、キャラか。ゼビウスと、ギャラがなんならわかるわ。ボスコってなんだろうね。じゃあぜひユースで。こっちが初回じゃない、表か。どうしてもこう野球用語はパッと出てこないんだよ。こう、あ、出た、この曲遅れるね。こんぐらい、よし、いいんじゃない。抜けた。さすがに二塁まで走らせてくれない。よし、いきなり盗塁。どう？よし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 。三投はさすがにやめた方がいいか。よし、あれ？じゃあ今エンドランを狙ってみたの。めっちゃ落ちる。速球と変化球で音が違うっていうことが分かった。上を押しながら投げるとフォークボール。誰が下がればいいの？誰が 前に行けばいいの？下がればいいの？こういうのが分かんないんだよな、結局。三塁だ。いきなり三塁だ。もう。誰？こうか。違う。フォームだ。
野球ゲームのセンスですよね。ちょっと、ああもう取れてない。これは3回裏で終わるかもしれない。か、まあね、コールドか。フォークボールを対応しよう。よし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 、ここをしのげばでかいよ。あーちょっと今のはゲッツーいけたんじゃない。だから誰が動けばいいの。あ、結構飛ぶ。エンタイトルツーベース、もう少しで。外野の硬くそ弱いね。もうこれは折れてますよ。キャー、よし。あ、まだまだあった。もう終わったと思ってた。なあ、よし。いやー、口ほどにもないやつらね。ホームランガンみたいね。パックマンですね。4番バッターパックマンなんですね。さすが南部コールスター。お、いた、三塁線。これフェアなの？切れてたように見えたけど。間に合いますか？あーあ。ああ。にゃむこ。センスがない。ギル、あ、ドルアガのやつじゃん。うわー、ギリギリ。はあ、攻撃の時間が短すぎて楽しめない。アウトコースギリギリ投げるけどなんとかなるんじゃないかな、もしかして。よし、アウトコース攻めでいこう。ああ、ふう、そして間違い。ああ、こう、飛び込むとかやってくんないんだね、これ。こういう時センターが走るべきか、レフトが走るべきかも分からない。そして肩がクソ弱い。クソ弱いな。取れない。もうやだ。もうやだ。48。あ、お、大丈夫大丈夫。どこどこ。よし、センターの方がほんとめっちゃ弱いんだけど、あんなもん。よし、今ゲッツーを狙う必要はなかったわけね。えい、もっとボールを見ていこう。あ、な、くー、ラリー。よしよしよし。よしよしよし、危な。あー、入ったね、今のは。
入ったね。入ったね。本当。よし。これ三塁まで走れるよ。なんなら三塁に走、あーホームに行ってもよかったかもね、今の。よし、1点取るぞ。あっという間に追い込まれた。いや、今フォークボールだと思ったんだよな。遅いと思ったけど、バウンドすると思ったんだよな。拾ったと思ったら拾えてなかったやつ。八重樫聞いたことあるな。あもうスライディング的な動きがないのはちょっときついね。取れるって思っても取れないっていう。派手なプレー、ファインプレーを連発する選手は果たして本当に守備が上手いのかっていう話はあるらしいですね。本当に上手い選手はこうそんなに派手なプレーに見せずに何止めあねするっていう、まあ、守備位置とかがそもそも良かった。だー さあコールドあるのか、あと1点取ってくれ。あん今のも入ったことになるんだ。あさあ10点いきましたよ。あゲームセット。いやー口ほどにもないやつらあったぜ。楽勝だったぜ。ナムコスターズ惨敗。あなたの年俸は0万円あれ盗塁1、あ盗塁1決めたね。じゃあもう勝ったようなもんだね。言うてもエラーないしフォアボールないしね。14安打。あっ音がないの寂しいんで。江川牧原香取進。難易度調整とかないんですね。まあ難しいのかな、難易度調整するのがそもそも。ちょっと待ってよ、あのとりあえずちょっと表だけやらして。はいというわけでって言って終わらせようと思ったけど、あの音がない状態で終わるのもあれなんで一応どう。黒マテ、黒マテ3番なの。どう黒までバントでホームランできない。そのゲームじゃない。はいよし。はいというわけでお送りしてきましたのはプロ野球ファミリースタジアムっていう名前があの正式名称だったんですね、最初の頃は。まあそれがいつの頃からか正式名称がもうファミスタになったということでですね、まあなんかねファミ通のファミって何っていうぐらいですよね。あの今の人たちは、まあ、ファミリーコンピューターのファミコン通信からのですけど、まあだからファミスタはファミコンスタジアムじゃなくてファミリースタジアムだったんですねっていうのは今回はまあ分かったかなっていう感じですか。はい。まあ何やかんやで、野球ゲームの週が始まったのかどうなのかっていうところですかね。はい、というわけでお疲れ様でした。さよなら。はあ。